以後第3潜水艦。以後第3潜水艦は、日本海軍の潜水艦。1型潜水艦、巡船1型の3番艦。1942年アダルカナル島への輸送任務中に魚雷艇の攻撃を受け戦没。1923年、大正12年の大正12年度、艦艇補充計画により建造計画がされた。1921年、 大正10年4月25日に第76潜水艦と命名。1922年大正11年2月10日、海軍大型74型に湾艦に定められる。6月15日、艦型名が異号型巡船型に改正。1923年11月1日に川崎造船所に適行。1924年大正13年11月1日。 東京一等に、艦固めが、巡船型にそれぞれ改正されるとともに、艦名を、以後第3潜水艦に改名した。1925年、大正14年6月8日に浸水し、1926年、大正15年11月30日に巡航した。同日横須賀沈席となり、第2艦隊第7潜水隊に編入された。1二十七年、 昭和2年1月15日、第7潜水隊は、第1艦隊霊下となる。7月1日、第7潜水隊は、横須賀防備隊霊下となる。1928年、昭和3年7月12日1011、因10島付近を4ノットで、浮上構想中、火事の故障により座礁し、艦首と燃料タンクが損傷してしまう。それでも1622に離し、 クレに開港されて、修理を受ける。12月1日、第7潜水隊は、第2艦隊、第2潜水船隊霊下となる。1930年、昭和5年8月1日、遺産は、横須賀守府部隊第8潜水隊を編成する。12月1日、第8潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊霊下となる。1932年、 昭和7年12月1日、第8潜水隊は、横須賀鎮守府部隊霊下となる。1933年、昭和8年12月1日、第8潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊霊下となる。1934年、昭和9年9月25日、艦固めが、巡戦1型に改正。1935年、昭和10年1月10日、 横須賀に停泊中の遺産は、在日ドイツ海軍駐在部官、パウル・ベネッカーの視察を受ける予定だったが、悪天候により中止となる。11月15日、第8潜水隊は、横須賀陳述部隊霊下となる。同日から1936年、昭和11年12月1日まで、遺産は、環境の回収時計チューブの取り付け、 電池交換などの近代化改装が行われた。1936年、昭和11年12月1日、第8潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊霊下となる。1937年、昭和12年5月18日1045、スクモ湾白地に停泊中、潤滑油州油タンクで爆発事故があり、乗員1名死亡。 17名負傷という損害を受ける。このため、呉に開港されて修理を受ける。8月21日、島遺憾の1、2、4のほ他、2、5、ロ6、戦艦長戸、道の区、春名、霧島、慶巡洋イ伊鈴と共に、多戸津港を出港し、長江川口沿岸で23日まで作戦行動を行う。1938年、 昭和13年6月1日、艦型名が一型に改正。1939年、昭和14年11月15日、第8潜水隊は横須賀鎮守府部隊令下となる。1940年、昭和15年11月15日、遺産は第7潜水隊に転出。同日、第7潜水隊は潜水母艦長芸。 第8潜水隊 E7 と共に、第6艦隊、第2潜水戦隊を編成。これは、先代の第2潜水戦隊が1939年11月15日付で、第3潜水戦隊に改名して、以来、2代目となる。太平洋戦争開始時には、第6艦隊、第2潜水戦隊第7潜水隊に所属。1941年、 昭和16年11月16日、遺産は横須賀を出港し、12月1日にオアフ島沖合に到達。真珠湾攻撃ではカウアイ海峡で紹介任務に就く。31日、カウアイ島ナウィリウィリ港沖に到着。戦亡共震度で夜を待ってから浮上し、ナウィリウィリ港へ主砲20発を打ち込んだ。1942年。 昭和17年1月1日1630、オアフ島西南西100海立地点付近で、空母1、巡洋艦に、駆逐艦若艦の米機動部隊を発見するも、攻撃位置への移動に失敗。1942年1月9日、E18 が発見した、米空母歴ントンの捜索に向かう。その後22日に、クエゼリンに到着。24日に、クエゼリンを出港し、 2月1日に横須賀に帰島した。2月12日、イニは横須賀を出港し、16日にパラオに到着して特設運送船富士山丸から燃料補給を受ける。17日に出港し、22日にセレベスト南東岸のスターリング湾に帰港。22日1630に出港した後、オーストラリア南西沖に進出する。23日、 バンダカイを航行中、浮上構想中の敵潜水艦を発見するも、攻撃位置への移動に失敗。3月1日の地点で、中型商船を来撃により撃沈したと報告するが、連合軍側に該当船はない。3日、ロットネスト島南西90マイル地点付近で、ウェリントンからフリーマントルに向かっていた、ニュージーランド貨物船、トンガリロ、トンガリロ、 8719トンを発見して、追尾中、トンガリロからの砲撃を受けて、先行退避する。同日戦38、フリーマントル西北西90海日地点付近で、成功中のニュージーランド下客船、ナルバダ、ナーブ千9540トンを発見し、浮上砲戦を行う。しかし、命中しなかったばかりか、ナルバダからの反撃を受けて、先行退避する。 6日、シャーク湾を偵察し、の地点で、米船、S-40 を発見して、砲撃準備をする。1457S-40 も、イ産の存在に気がついたが、当初スティングレート、艦型が似ていたため、S-40 は、相手の潜水艦に連絡を試みた。まもなく、イ産は、その返答として、砲撃を行う。 S-40 はこれを先行して回避した。14日、遺産はペナンに到着した。28日、遺産はペナンを出港し、インド洋に向かった。4月3日、コロンボ沖に到達し、偵察と気象通報に従事する。7日未明のコロンボ西南西150海立地点付近で、登降中の5隻の輸送船団と、 成功中のタンカーと貨物船一隻ずつの輸送船団がすれ違うのを目撃。このうちの輸送船三隻に対して攻撃を行う。0240までに主砲弾39発、魚雷4本を消費し、カラチからコロンボに向かっていた A 貨物船エルムデール、エルムデール4872トンに砲弾14発を命中させて撃破した。翌8日0450。 のコロンボ西方300海里地点付近で石炭8000トンを積んで軽かったからカラチに向かっていた A ブリティッシュインディア海運貨物船フルタラ、フルトラ5五5 1トンを発見し魚雷1本を発射魚雷はフルタラに命中しこれを撃沈した9日コロンボ南西沖に移動15日にシンガポールに到着した21日遺産は シンガポールを出港し、5月1日に横須賀に到着した。到着後、イさんは 7.7mm 基準を93式 13mm 基準に交換するなどの改装が行われた。6月11日、イさんはアリューシャン攻略作戦の支援を行うべく横須賀を出港。20日、計算改戦に到達して、紹介に従事。8月1日、さんは、 横須賀に帰島して整備を受ける。20日、第2潜水船体の解体に伴い、第7潜水隊は第6艦隊付属となる。9月8日、遺産は横須賀を出港し、15日にトラック島に到着。17日にトラックを出港し、26日にショートランドに到着。この時、駆逐艦綾波と天霧が大発4隻、88、 式7.5センチメートルや先行車砲一門、軍用トラック一台、96式中、迫撃砲若干を、ショートランドまで輸送しており、イニとイサンはこれら輸送物資とダイハツを、ガダルカナル島へ輸送することになった。27日インサ3レイサン,サンイイは、ショートランドを出港し、ダイハツと輸送物資をガダルカナルへ輸送。輸送完了後、ショートランドに戻った。 10月初め、ニュージョージア島への輸送作戦に従事する。10月10日、サンクリストバル島、南南島110海里地点付近で複数の敵巡洋艦を発見し、通報する。11月3日、イサンはトラックに到着し、防水処理がされたダイハツを搭載する。これはもともと位で輸送する予定だった。19日、イさは、食料と薬、 計20トンを搭載してトラックを出港。22日にラバウルに到着。24日にショートランドに移動し、26日に出港。28日にカミンボに到着して輸送物資とダイハツを下ろした後出港。30日にショートランドに到着した。12月1日輸送物資を積んでショートランドを出港。3日夕方頃、遺産は カミンボ付近で浮上し、島の陸軍兵士と連絡を取った。しかし、輸送物資を降ろす前に、米魚雷邸に発見、追跡されたため、退避する。5日、ショートランドに到着。7日、再度の輸送のためショートランドを出港。9日朝、カミンボ付近に到着した遺産は、潜望橋で周囲の確認をした後に浮上する。その後との陸軍兵士と連絡を取り、 大発を下ろした後輸送物資の揚陸準備を行う。065にアメリカ海軍魚雷艇と PT-44 が大発とイ産を発見。0703PT-59 は370メートルの距離から魚雷2本を発射。うち1本がイ産の完備に命中する。水柱が空高く上がり、続けてイ産は大爆発を起こした後沈没した。 もう一本は味方である PT-44 の定定の元を通過していった。遺産の沈没後、重油の帯が1時間半にわたって確認された。これが遺産の最後の瞬間であり、艦長の塔へ一郎中裁下乗員90名が戦死し、爆発によって海に投げ出された乗員4名がガトウに泳ぎ着き救助された。沈没地点は下民母北東三海立地点付近。 1943年、昭和18年1月20日に除籍された。撃沈総数は一隻で、撃沈トン数は5051トンである。撃破総数は一隻で、撃破トン数は4872トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。